こんにちは、アイルです。今回はトップランクのバトルをお見せします。そんな順位高くない ?5.1 万人くらい。言ってみれば競技のガチ編成での走りですね。普段ネタ編成とも言える走りばかりなので、ここいらでアイルの本気を見せつけたいところです。なんて話してたら汗かいてきちゃった。まだまだ熱中症には気をつけていくんだぜ。エアコンポチー。そんなわけでガチ編成と言いましたが、アイルはレゲ宝物が育ってないので、その枠を爪やキューブで代用しています。またテンプレ編成は競技画面のベストコンビランキングから見れるので確認は必須です。いい時代になったわね。それで今回はパーティーワールドステージで、このステージの編成は確か3つあったんだぜ。そう、ロンタンはバトンコクッキーによって、ニンジン、チョコボール、スネークフルーツの、3つの編成に分かれてます。中でもニンジン編成は特殊タイプで、赤い玉を入れていて運命が難しいとのこと。スコアも出るけど難易度も高いニンジン編成、なんかスコアが出にくいけど最大値は時点のチョコボール編成、安定してスコア出るけどトップ環境では勝てないスネフル編成、パーティーワールドはそんな感じになってるわね。アイルはどのステージでもスネフルを使ってるんだぜ。理由としてはレジ宝物ない時点で上にはいけないのと、その中で安定して勝つにはスネフルがいいからだぜ。あと競技ってトロフィーよりも稼ぐべきポイントがあると思ってて、トロフィーは正直度外視でやってます。ランキング入り目指すなら、シーズン序盤から環境編成構築できるようにしておいて、毎日頑張ってトロフィー積み上げていかないといけなさそう。しかしスキランは総人口少ないのと、ガチ勢も一部しか競技頑張ってないので、強い人はちゃんと上位に入れるんじゃないかなと。そしてパーティーワールドのコツだけど、編成にピエロシューズが入ってる以上、これを使いこなさなきゃスコアで負けちゃうんだぜ。ピエロシューズは能力発動時磁力発動するわけですが、これをデリートに逃す場所で使うべきなんですよね。今回の走りではそういう意識を持ってるので、見てたらなんとなくわかるかと。あと、ピエロシューズの回数にも注意が必要で、残り回数2回以下にしておかないと、ロンガンの能力発動中にシューズの使用回数溜まると、6回以上は溜まらずこぼれちゃうのと、6回溜まってる状態だとクールタイムが進まないのよね。その状態になると発動回数も減るし、大幅スコアロスなんだぜ。個人的には意識して2回以下にしておくと、そういう事故も減っていいかなと思います。また、その技術はどのステージでも通用するものですが、ランカーは多分ピエロシューズの発動場所も決めてます。最大効率で能力発揮できる場所、それはある程度ステージ走り込まないとつかめませんね。最近では知り合いの方たちがクッチャレの一桁順位でトップ争いをしてるのを拝見したけど、話を聞いてるとやっぱりデリーの取り逃しなくすのと、宝物のコントロールが重要みたい。この編成で言うとピエロシューズ以外は自動で発動するけど、ポンポンの生成デリーを徹底回収するのも一種の技術だし。逆に編成を生かすための宝物を採用してる場合もあります。例えば最後の最後で運命ジャンプできたら能力発動できそうなのに、障害物があってできない時は、爪を入れたりして試してると、ちょうど爪が最後障害物破壊して運命ジャンプできたり。突き詰めていくと編成ってのはそういう試行錯誤が大事になってくるのよね。自分がやってるマイナークッキーの編成は、あくまで大ポーションの神合しか維持してないものだけど、ランカーのベストコンビにする編成は、そういう無限の試行錯誤の末の調整のもと生まれたものだと、思うから非常にすごいことだと思うんだぜ。どのゲームでもランカーってのはすごく得物ですが、キランは5分程度のステージを何回も繰り返して、オフラインゲームならではの突き詰め要素があるのが特殊かなと思います。はい、最近昔絡んでた人と連絡取って初心に帰れたアイルーでした。っていうかその人の影響で優しい人格を目指そうと思えたところもある。昔からアイルーのこと知ってる人も知らない人だろうから、邪推はやめてところだけど。なんか懐かしい以上に改めてこの人感覚似てるなって思って。でその人は育った環境的に自己肯定感がすごく低くて、それを見てたら自分も自己肯定感低いんだなって。自分は人のためになりたいなんて言ってるけど、じゃあ具体的に何がしたいんだろうって考えたんだけど、相手の自己肯定感を高めたいのかもしれない。相手を打ちのめした環境を否定したり、相手の歪んだ考えを普通だと諭したり、相手よりも醜い存在が目の前にいるだろと自虐したり、自分は相手の相談を聞くときに、相手を苦しめた存在を否定する形で慰める癖、っていうか本音を言っちゃってそうなるんだけど、それも理不尽に相手が傷ついてるのが許せないと感じたから、それをそのまま言っちゃってるだけかもしれない。なお、相談を聞く際の共感の大切さを知ったので、今後は共感マシーンになってると思う。久しぶりにあっという間に動画作成終わった。作成時間体感1分でした。これからは思想強いとか言って言い訳せず、マイノリティも用語だからとか言い訳せず、クリーンでありつつも、優しいスタイルを目指したいです。今は言ってみればそうなだけかもしれない。すぐまた鬱になるかもしれないけど、少しずついい変化を自分に与えていきたい。ご視聴ありがとうございました。これまで優しく見守ってくださりありがとうございました。これからも何卒よろしくお願いします。のし。